嫌でも勝手に痩せていく、そんな白滝を使った絶品レシピを紹介します。白滝ってめちゃめちゃ低カロリーでダイエット向けの食材なんですけれども、それだけでは栄養価が偏るので、キャベツやエリンギ、ツナ缶を入れてしっかりとタンパク質を補給します。材料費も安いので、節約しながら健康的にダイエットするにはおすすめです。みんな作ってね。